三好市伝統の観光鵜飼に向け、新しい産湯1羽が茨城県から届きました。鵜は全国で唯一産湯を捕獲している茨城県日立市から届きました。三好市の飼育場には25羽がいますが、老衰や病気の鵜もいることから、日立市に新たな鵜を依頼していました。鵜匠の角浜義郎さんは、水を与えるなどして早速スキンシップを図りました。元気そうなんで安心しました。いずれこの子の活躍の場所を見てもらえれば嬉しいなと思います。今日届いた産湯は、来年の春から川に慣れさせ、3年後のデビューを目指すということです。